はい、皆さんこんにちは。もっちゃんママチャンネルのもっちゃんママです。疲れてきたよ。今日3日目、明日は病院に行くからお休みなんだけど、ちょっとね、疲れてきたよ。いや、行く気はある。だけど、なんだろう、仕事だけしてろって言われたら、いいのかもしれないんだけど、何せ負担なのが家帰ってきてからの掃除、トイレ掃除とか玄関の掃除とかリビングの掃除とか、あとまあ今日布団干してったから布団かけてとかで、また夜ご飯も作んなきゃいけなくってっていう、それがきついかな。家帰って何にもしなくていいよって言われたら、ああ、じゃあふーんってお風呂入って、なんか適当に YouTube とか見てとか、なんだけど、家のことをやんなきゃいけないのがきつい。仕事はね、行ける、まだ。まだ電車乗って行ける余裕ある。ただね、家帰ってきてからのやることの量が疲れる。いやさ、やんなきゃいいって思うかもしれないんだけど、私ちょっと今風水にハマってて、もう玄関はきれいに掃除しなきゃいけないし、トイレ掃除も毎日しなきゃいけないしっていう、自分を自分で苦しめちゃってるんだけど、でも私今うつでどうにかしたいし、お金も欲しいし、だからそれをやんなきゃと思ってやってるときつい。だから多分やんなくていいことなんだけど、やんなくていいことっていうか、後回しにできることといえばできることなんだけど、でもまあでもご飯は作んなきゃいけないからやんなきゃいけないし、お米研がなきゃいけないし、だからちょっと正直家帰ってからの負担が大きいかな。
かきついかな。それがなかったら、仕事だけだったら全然まだまだいける。自分で自分に貸しちゃった。でもさ、いい運気取り入れたいじゃん。どうなんだろうね。でもいい運気を取り入れたくて結局潰れちゃってダメになっちゃったら、それもそれで意味ないし。でもやんなきゃやんないで、後悔するのも嫌だし、とりあえず、違う、今フラットはフラットなんだけど、あの鬱とかので泣いてるとかじゃないんだけど、きつい。やっぱやることがきつい。なんだろう、仕事もきついのかな。早く起きて散歩行くのもきついのかな。ちょっとよくわかんなくなっちゃってる。とりあえず明日一日病院でお休みだから、ちょっと休んで考える。でも掃除はするんだけどね。ちょっと考えてみたいと思います。はい。はい、ということで今日もここまでご覧いただきましてありがとうございます。ほんと最近さ、つまんないよね。ほんとごめんなさい。ほんとにつまんないよね。もう話しかしてなくてさ、ほんとごめんなさい。もう見てくださる方は本当に申し訳ない。喋るだけでもう何もできてないよね。本当にごめんなさい。今はちょっといっぱいいっぱいで、毎日投稿するだけでちょっといっぱいいっぱいで、ごめんなさい。でも毎日投稿はしたいから、それだけはやろうと思います。本当に見てくださる方ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、拡散よろしくお願いします。はい。ではまた次の動画でお会いしたいと思います。それでは、バイバーイ。